ねえ、栃木には大きいものってある？大きいもの？群馬には高崎の観音様があったりさ。ってことは、巨像的な？そうそう。いっぱいあるけど、時間的に3つくらいなら。教えて教えて。まずは那須町にある黄金の巨大神像。でっけー、眩しい。モデルは天照大御神の側身である天の田力尾の御事です。全然わからん。それ発音合ってるの？あ、そうそう、1000円で見られますので。おお、豪華なだけある。続いて大崎恵比寿神社にある恵比寿様。これまたでかくてカラフル。日本一大きい恵比寿様でございます。でしょうね。金運アップで有名で、宝くじが当たった報告も。マジで一等かよ、すげー。最後は大谷にある平和観音。これまたでかい。でも高崎の観音様の方がでかいな。この観音様はウルトラマンにも出演してるんだぜ。は？ウルトラマン？ウルトラマン80第42話。さすが観音様は強かった。なんちゅうタイトルだ。ウルトラマンと協力して怪獣を倒したのです。いや、わけわからん。どう？栃木の巨像すごかったでしょ。なんかいろんな意味ですごいな。